はい、ニットリングの代わりにこれ使います。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今日も元気に編んでいきましょう。前回ですね、ニットリングを使いまして、レス糸でモチーフを編んで、でそれをつなげて、まあ、ブレスレットですね、ちょっと不思議な形の太めのブレスレットを作りましたね。いや、一応これはこれで夏らしくいいんじゃないですかっていうことではい。で、今日はニットリングでね、前回モチーフを編み始めましたけど、ニットリングじゃないものですね。ニットリングとしては売られておりません。これはセリアさんかな、セリアさんのアクリルビーズで、ちょっとお花型なんですけれど、まあこういうちょっとね、お花の形はしてますけど、穴が開いて、同じ大きさのね、いよ、じゃじゃんじゃん、はい。これをニットリングの代わりにですね、モチーフの中心として編み始めですね、輪から始めて、うんにゃらあんにゃらではなくて、このニット、まあ、ビーズですね。ニットリングの代わりのこのビーズ。ビーズを使ってモチーフを編んで編み始めようかなと思います。で、糸なんですけれども、こちらもセリアさんで買いました。ちょっと細いです、今回。ロワンという糸でして、使用かぎ針が4号から5号ですね。の糸を使って、ちょっとカラフルな、こんな感じのね、モチーフ作れたらなと。茶色い糸ですね。茶色い糸3玉ぐらい買ってきてあるので、これを、まあ、モチーフをつなげたり、なんだり、縁取りで統一感を持たせるためのものにしようと思います。だから、かぎ針5号ですね。5号で編む。かぎ針5号で編みましょう。はい。じゃあ、ちょっとまずは赤い糸ぐらいから始めようかな。で、かぎ針5号で、ね、ニットリングとかと一緒で、輪から始めるのと一緒で、輪の代わりです。輪の中に針入れて持ってきて、おりゃ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 。で、この、まあ、せっかくお花の形してるんで、このお花のね、こう、へこんでる部分ですね、へこんでる部分に、糸が来ればいいかなと思いまして、よっ、1個、2個ぐらい、鎖編み2個して、よこしょー。持ってきて、みかんの長編み。で、もう1個、よこしょーと持ってきて、よっ、はい。みかんの長編み。で、これで全部合わせて、長編み3目の玉編みにしました。で、1、2、3、4、5個ぐらいかな。5目ぐらい編んで、またこの輪の中に、長編み3目の玉編みかな。まあ、今日どこまでね、編み進められるかわかんないんですけど、まあ、とりあえずここ、ビーズがね、結構太めというか、幅があるので、よ、まあ、それに、伴い、結構編むのはちょっと大変かな。ゆっくり編めばいいんですけどね。全部でへっこんだところにしたいので、5箇所ですね。5箇所。五角形になるのかな？はい。みかんの長編み3個作って合わせて長編み3目の玉編みで1、2、3、4、5目編んで、はい、一番最初の玉編みですね。玉編みよっこいしょ、こんな感じで、はい、このお花ですね、お花のビーズをニットリングの代わりにして、そこからこうやってモチーフを編み始めましたと。まあこれで、まあ、鎖編み5目じゃなくてもよかったかなとも思いますが、まあこれはこれでいいでしょう。まあ今日はこのね、ビーズに編み付けるというところ
だけをやろうかな。ほんとゆっくりゆっくり進みますね。ゆっくり進もうと思います。で、今回最終的に何を作ろうかななんですけれども、携帯ケースかなんか。最近ね、お財布携帯とか多いので、お財布を持ち歩かなくてもいいじゃんみたいな流れがね、出てきてますので、はい、今度はですね、小まみでいきましょう。普通に小まみ。よいしょ。小まみしました。で、今回もこのお花のね、この谷のとこに小まみが入るように。で、鎖編み3つして、また小まみ。はい。細編みして、鎖編み3つして、次の谷のとこにちょうどね、細編みが来るように編みます。鎖編み3つして、また、谷のところに細編み。ね、鎖編み3目と細編みで、もうビーズに這うようにですね、ほんとビーズが中に入ってますよ、的な感じで編みまして、で、最初の、細編みのところ、よいしょ、引き抜き編みして。はい、これで2個目。あ、でも2個目だけど、もうちょっと、これと同じくらいの大きさにした方がいいよね。はい。じゃあ、これでまた隣のね、鎖3目のとこ、スタートにいたしましょう。スタートにして、ここで、玉編み編もうかな。うん、長編み2目の玉編み編んで鎖編み2つ編んで同じところによ、はい、長編み2目の玉編みって感じにしようかな。で鎖2つ編んで、はい、次のね鎖編み3目のところに、玉編み編んで長編み2目の玉編み編んで鎖編み2つ編んで同じところに長編み2目の玉編みと。玉編みが2つずつ入るように編んでいこうかなと思います、ね。これもまたほら、夏休みの自由研究じゃないですけど、お手軽なね、ニットリングとかわざわざ買わなくても、おもちゃコーナーにあるね、ビーズとか、要するに穴が開いて輪っかになってドーナツ型であれば、編みつけるのはそんなに難しいことではないよっていうね、ことで。ちょっと大きいかな。うん、ちょっと大きいね、こっちの方が。こうしようかな。はい。まあ、こんな感じのモチーフの、まあ、始まり真ん中の方でやりましたね。で、これちょっとね、こっちの赤の方が輪っか小さいので、はい、こっから、ちょっと輪っか広めましょう。こっちはこっちで。こっちはこっちでね。はい。まず、細編みですね。長編みの3目の玉編みの上に細編み編んで、鎖編み1つして、隣に細編み。鎖編み1つして、細編み。鎖編み1つして、はい、玉編みの上に細編みと。いう感じで、ちょっと、細編みと鎖編み1つを交互に編んでいって、しかもこの、鎖編みの中ですね。鎖編みの中に細編みが2つ入るように編みます。で、玉編み拾って細編み。鎖編み1つして、次の鎖編みのとこに、細編み、鎖編み、細編みという感じで。で、鎖編み編んだら玉編み拾って細編み。はいよー。まあ、これで大体ですね。大きさ揃いましたね。こんな感じで編めます。で、どうしよう、緑も作っとく作っとく、緑もやっとく。まあ、ここでまず鎖編みを3つします。鎖編み3つじゃないな。鎖編みを2つか。鎖編み2つして、よいしょ。長編み。編みます。と。まあ、みかんの長編みになります。
鎖編み2目しての長編み編んでまとめて長編み2目の玉編みしまして、鎖を3つ鎖3目編んでまた輪の中に長編み2目の玉編み、鎖3目編んで長編み2目の玉編み。最近ですね、わがままの言いどころを分かり始めまして、こうやって泣けば来るでしょうって可愛いから許すなんですけれど、よいしょ。やっぱ3目じゃちょっとで、このね3目だとちょっと目数が足りない。やっぱ5目ぐらいないと落ち着かないんですけれど、はい、これで、そしてここでですね、今回は1、2目かな、鎖編み2目編んで、今度この今編んだ長編み2目の玉編みを拾いまして、もう足を拾ってここに、よいしょ、長編み3目かな、長編み3目の玉編みの引き上げ編みという感じにしようかなと思います。はい、鎖2目編んで、この鎖編みのところに細編みですね、で鎖編み2つ編んで、またこの玉編みですね、玉編みをそっくり足拾って、長編み3目の玉編み、鎖編み2つ編んで、鎖編み拾って細編み、鎖編み2つで、またはい、長編み3目の玉編みで、玉編みのところですね、玉編みを拾って引き抜き編み、ちょっと人で、ちょっとビーズ入って、夏はこれ青で作ったらいい感じの人でになりそうですね。はい、ちょっと星型に、まあ五角形なんでね、このお花が五角形なので人手になりましたって感じで、はい、だからこれで全部で3種類ですね。中にニットリングの代わりにこの子供用の、子供用っていうか、ニットリングの代わりに売っていたビーズですね、大きめのビーズを使いまして、モチーフ編み始めましたということで、今日はこんな感じにしておきましょう。編み図は水。はい、とりあえず今日はですね、3つです。3つのモチーフ編みました。で、1つ目はですね、このビーズの中に、長編み3目の玉編みですね。長編み3目の玉編みを編んで、鎖編みを5目編みました。5目編んで、長編み3目の玉編み。5目編んで、長編み3目の玉編みということで、まあ一応こうビーズのね、へこんだところに、こう編み物、このビーズのへこんだところにね、編み目が来るように編んでますので、五角形5箇所になります。5箇所玉編みが入って、その間は鎖編み5目が入ります。今度は次、玉編みの上に2段目は細編み編んで、で、鎖編み編んで、でこの鎖編み5目の中に細編みが2つ入るように、細編み鎖編み細編みで、鎖編み編んで玉編みの上に細編み、鎖編み編んで、また鎖編みのところに細編み鎖編み細編みという感じでぐるっと編んでおしまいです。で次、2個目はこの輪の中に、今度は長編みではなくて細編みです。細編み編んで鎖3目、細編み編んで鎖3目とぐるっと編んでいくと、ちょうどねこのビーズの五角形が浮き上がる感じで、ピタッと寄り添う形です。多分一番これが安定して編めると思います。あ、おいで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 、編みちゃんおいで。はい、で、ここにぐるっと回ってきたら、今度ですね、鎖編みスタートしまして、ここに長編み2目の玉編み、鎖3目長編み2目の玉編みで、鎖3目編んで、次のところ、鎖3目のところに長編み2目の玉編み、鎖3目長編み2目の玉編みっていう風に、鎖3目のところに長編み2目の玉編みが2個入るように編んでいきます。これでね、大きさほぼほぼ一緒になります。うん、
で、次3つ目が一番めんどくさいというかね、もうぐちゃぐちゃっとなりやすいんですけれど、これは完全にこうお星様の形になります。はい、この輪の中にまずね、長編み2目の玉編み編んで、鎖3目編んで、長編み2目の玉編み編んでっていうことでぐるっと編んでいきます。そうするとね、こっちよりね、ちょっと輪っかとしては小さいものがくちゃっとちょっと立体的になっちゃうんですけれど、ぐちゅっとなります。で、なったところで今度2段目はですね、鎖目2目編んだ後にこの長編み2目の玉編みですね、長編み2目の玉編みを拾って、前から拾って全部ね、足を拾って、ここに、長編み3目の玉編みの引き上げ編みを編みます。引き上げ編みです。で、鎖2目編んだらこの鎖3目のところに細編み、鎖2目編んで、この玉編みを拾って、長編み3目の玉編みの引き上げ編みをします。鎖2目編んで、鎖編みのところに細編みっていう風に、こうここで引き上げ編みしたら下がって細編み、上がって引き上げ編み、下がって細編みっていう形でぐるっと回ると、このちょうど五角形お星様の形になるっていう感じで、これでモチーフの中心ですね、中心の形にしたいと思います。で、次回はこれにもう一段かな、もう一段違う色で、それぞれ編んでいって、モチーフとしてね、一枚ずつ独立した、おそらく四角かな、四角いモチーフを作れたらなと思います。で、それをそのまた次に、今度茶色い糸で合わせていって、で形で、モチーフをつなげていって、ちょっとこう携帯ケースかなんかの形にしたいかなと思っております。はい、それではまた次回ですね。ちょっとそれまでに次どう編むっていう、まあもう直感で編んでますんでね、次どうしようはまだこれからなんですけれども、まあもう袋状というかね、携帯ケース作るんだったらもうあと3、なんていうの、片面 3つモチーフ3枚つなげて、裏も3枚つなげてになっちゃうかな。こんな感じの、このぐらいの幅のもの、ポシェットみたいな物入れになるんじゃないかなと予想してるんですけれども、まあ編んでいくうちに私のことですから、またコロコロ変わる可能性はあります。ということで、はい、それではまた次回ですね。次回も楽しんで、もう気の赴くまま編んでいこうと思います。はい、というわけでこうね、わざわざニットリングを買わずとも、まあ買わずともっていうか、100円ショップ行ってこうね、100円で買えるこういうビーズ使ってでも同じように編めますよっていうことを今日はやりました。はい、それではまた次回も楽しく編んでいこうと思います。それではまた、じゃあ。